霊夢さん週末には入りましたが。翔星さん、やっぱり週末はいいね。前回はゼータガンダム騒動についてお話ししましたね。声優さんがなぜかどんどん変わっていってしまった事件。今回は前回の続きとなります。前回は島津冴子さんの指揮を取り上げたね。そうです、島津さんが配役変更について音響監督に尋ねたのですが。音響監督から語られた言葉があまりにも不可解だったんだよね。ですね、島津さんは納得できないものとおっしゃられておりました。関係者も。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。それでは早速お話ししていきたいと思うのですが。今回はゼータガンダム騒動パート2だね。島津さんは配役変更のないはずの4が変更されることになったのか。ずっと悩んでいたよね。そして富野監督に自ら連絡を取り真相究明に乗り出したのですね。うん、そしてそのことをすべてご自身のホームページで公開していった。これが前回の動画で取り上げた内容でございます。それでは霊夢さん、島津さんの指揮の続きを読み上げてもらえますか？はい。に、ゼータガンダム劇場版音響監督藤野貞義氏の証言。はじめにお断りしておきます。今から書くことは音響監督藤野貞義氏の証言です。この証言と事実、また富野総監督の証言と食い違うことがいくつかあります。それはこの後に書きます音響監督の証言だけで判断しないでください。また正確に事実をお伝えするために文章が長くなっていますが、どうぞ最後まで読んでくださいね。まず2005年4月末電話で、翻訳が変更になったと噂を聞きました。本当でしょうか？という私の問いに対し音響監督は、変更になった一昨年の冬2003年末に冴子に連絡をしようとしたが連絡がつかなかった。とおっしゃいました。それはまるで、初めから変更することが決まっていて連絡をしようとしたのはその変更を告げるためだった。というような言い方でした。ですから私は、私自身が噂で知るのではなく直接教えていただきたかったと申し上げました。音響監督は一昨年の冬以降連絡をしなかったことをごめんねとおっしゃいました。そして詳しくは会って話しましょうと。しかし何度連絡をしてもなかなか話をする機会をいただけず、やっとお会いすることができたのは5月末劇場版第1部の公開直前でした。お会いした時の音響監督の話。私が今回の変更は監督の意向で初めから決まっていたのなら仕方がないと思っていますと告げると、音響監督はいや、そうではないと以下のような話をし始めたのです。音響監督、映画化にあたり富野総監督から自分音響監督にゼータのキャストのうち、オリジナルキャストの一部は残すと連絡があった。残すオリジナルキャストに4は入っていた。富野総監督が残すオリジナルキャストも確認のため声を聞きたいと言った。その後の会話において音響監督はこのことをオーディションと表現していた。冴子に連絡が取れなかった。自分は冴子は引退したと思っていた。富野総監督に冴子は引退したと伝えた。これを聞いて私は大変驚き。私にもチャンスはあったのですね。私のチャンスをあなた発布したのですか？と問いただすと音響監督は、いや、そんなつもりはなかった。ただ連絡が取れなかったんだ。とおっしゃるのです。以下、私と音響監督のやりとりです。私は島津さんの言葉を読み上げますので、翔星さんは音響監督の言葉の読み上げをお願いします。はい。
私が引退したとなぜ思ったのですか？いや、誰かから聞いた。誰だったかは覚えていない。ちゃんとご自分で調べてくださらなかったのですか？インターネットで検索しても、私が仕事を続けていることはすぐにわかります。自分はインターネットをやらない。テレビやラジオのレギュラー番組もやっています。見ない、聞かない。ゼータ関連のゲームにもずっと続けて出演しています。劇場版制作にあたりご覧になったのではないですか？ゲームは全くチェックしていない。日本俳優連盟声優の大多数が登録している名簿にも載っているはずですが？載っていた。フリーと記載されていて連絡先は空欄だった。フリーと記載されたものへの連絡は日本俳優連盟の事務局に問い合わせると連絡を取ってくださいます。日本俳優連盟に問い合わせてくださらなかったのですか？考えつかなかった。そのようなシステムになっているのを知らなかった。では、どのようにして連絡してくださったのですか？テレビシリーズ収録時20年前の連絡先であった最古の以前の所属事務所に女性の関係者に電話をさせ、最古の自宅の電話番号を聞いた。最古の自宅に2003年の冬何度も連絡した。留守番電話に自分のメッセージも録音した。しかし最古から返事がなかった。時間切れになったので配役を変更した。私はそのような電話を受けていません。そもそもなぜ自宅へ連絡をしようとしたのですか？普通は事務所やマネージャーに連絡のはずです。直接本人に連絡がしたかった。私は所属ではありませんが、きら星というプロダクションの社長とマネージャーにマネージメントをお願いしています。業界では、預かりというテレビ版の頃も、この二人にお世話になっていました。社長のことは、藤野さんもご存知ですよね？20年前の所属事務所に問い合わせていただくと、必ず、きら星に担当マネージャーがいると、きら星の連絡先を伝えてくれるはずです。きら星へ連絡をすれば、すぐにマネージャー経由で私に連絡がつきました。この業界では必ずすることですが、なぜしなかったのですか？どうしても個人に直接連絡がしたかった。預かりなのだから、マネージャーにオーディションを受けてくれとは言えなかった。連絡がつかないことの方が問題ではないですか？他にも声優仲間に連絡先を問い合わせるなど方法はあったと思いますが、最後は引退したと思っていた他の声優に問い合わせることも考えつかなかった。その後は何も連絡しなかった。霊夢さんいかがでしたか？これがそのままその通りだとすると、納得できませんよね。ほんと。島津さんの声で聞きたかったですから。思い入れがあるから。なおさら、はい、そして島津さんの文章が少しありますので、霊夢さん読み上げてもらえますか？はい。あなたが上記の話を不可解に思うことがあれば、それは私が感じたことと同じかもしれません。私が伺った内容について公表して構わないと、音響監督藤野貞義氏より了解をいただいています。次は富野総監督の証言です。霊夢さんありがとうございます。次回皆様が聞きたいであろう富野監督の証言を取り上げたいと思います。はい、今回はゼータガンダム騒動パート2についてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方は、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。